조선민주주의 민공화국 핵무기 연구소 성명 대륙간 탄도 장착용 수소탄 시험에서 완전 조선노동당 조선민주주의 민공화국 핵무기 연구소 성명 대륙간 탄도 장착용 수소탄 시험에서 완전 前代未聞の買収事件です。それ元法務大臣です。そこの反省を自民党していただかなければいけないと私は思いますよ。自民党の不祥事多すぎます。私、一覧表を作ってきたらですね、なんと自民党がその一覧表を出しちゃだめだって言うんですよ。私、話は作ってません。全部事実です。ところが、はい、だめだと。テレビの前で見せちゃだめだって言って自民党が言うんですよ。そんなことじゃないでしょ、そうでしょ、じゃあ出していいんですか、出すなんて言ったでしょ。だから読み上げます。秋元司衆議院議員、収賄罪で逮捕、証人買収でまた再逮捕、菅原一秀議員、公選法違反で検察審査会が起訴相当、石崎衆議院議員、暴行罪で略式起訴、離党、安倍前首相、公設秘書が罰金100万円の略式命令、例の118回の虚偽答弁です。吉川元農総、収賄罪で在宅起訴、議員辞職、河合案里参議院議員、買収事件で逮捕、有罪確定、議員辞職、河合克行衆院議員、買収事件で逮捕、公判中、辞職表明、松本潤、田の瀬太道さん、大塚隆さんは緊急事態宣言中に深夜会食、離党、白塚さんは衆議院議員は緊急事態宣言中に深夜会食、離党、ある総務大臣、副大臣は、元スタッフが持続化給付金詐欺で逮捕。これ、永遠と、これ別に10年とかじゃないですよ。この1、2年の話ですよ。これ、それで私が票を作ったら、これ出しちゃいけないと。何ですか、それ。私、事実を言ってますよ。総理、これやっぱ問題じゃないですか、党として。私、こんなことやりたくないんだけど、私がこれ、質問立つ前、いつもこんな問題出るんですよ。安倍総理の秘書が略式起訴で100万円罰金で、全部虚偽答弁が実は虚偽答弁だったとか、今回も河合さんが有罪認めたとか、有罪じゃない、買収認めたとかですね。いや、もう本当、僕らこんなのやりたくてやってるわけじゃないけど、原因作った方が悪いに決まってますよね、総理。原因作った方が問題ですよね。我々野党だから当然政府とか与党チェックしなきゃいけない。この間も同じこと言いましたよ。こんなのに時間取りたくないけど、総理、このことについてどう考えか、国民の前でどうかご説明いただけますか。私ちょっと正直言って呆れてんですよ。もうこんなのやりたくない。もう勘弁してくれって感じですよ。国民だって毎週毎週こんなの聞かされて、多分政治不信頂点ですよ。僕らだってこうやるたんびに、なんでお前らそんなことやってんだ、コロナ大事だろって国民に怒られますよ。でも一方でやらなかったら、なんでやらないんだって怒られますよ。あんなに政府がひどいのに、何おめこぼししてるんだって怒られますよ。総理、原因作った方が悪いですよね。問題ありますよね。お答えください。菅内閣総理大臣。自民党総裁として、やはりこうした不祥事が続出することに対しては、当然、しっかり責任を持って対処しなきゃならないというふうに思っております。ただ、いずれにしろ、こうした問題については、我が国の法の中で、しっかり客観的に、法律の中で対応されることが一つと、それとやはり自民党として、そこは党内でこうした不祥事が起こらないように、二度と再びですね、そうしたことが起こらないように対応することも大事だというふうに思っております。福山哲郎君。政治家みんなそんな立派じゃないです。与党だって野党だって。その中ででもあまりにも今度が過ぎてるんじゃないかなと私は思うんです。やっぱり長い政権は腐敗しています。総務省の問題も含めて、接待の問題も含めて、そのことについて強く反省を求めたいと思います。
악명. 대륙간 콘서트 장차경 주소탄 시험에서 완전 상. 조선노동당 조선민주주의인민공화국 중무기연구소 상명. 대륙간 콘서트 장차경 주소탄 시험에서 완전 상. 조선노동당 조선민주주의인민공화국 중무기연구소 상명. 대륙간 콘서트 장차경 조선 시험에서 완전 상. 조선노동당 조선민주주의인민공화국 중무기연구소 상명. 대륙간 콘서트 장차경 조선 시험에서 완전 상. 조선노동당 김종은 동지.